もし有能な監督だったら今の日本代表ワールドカップどこまで行けたんですか？ベスト4じゃないですか？まあ、決勝まで行ったらすごいですけど、でもベスト8、4は行けて、8ノルマにしていいと思います。小川に関してはね、本当は酒井高徳感っていうか、そう、だから相手見ながらプレイできない時が多いからね。小池とかは見たかったですね。小池両方使えるし、ただ、ね、身長の問題、まあ、身長で言ったら長友あれなんだけどね。とは、川崎の佐々木、まあ、ここで呼ぶのちょっと酷ですよね。大島、中野。そうだ、ここでね、若手使うのってさ、ちょっとギャンブルすぎるっていうか、その若手の選手的にもそう、このさ、ワールドカップ予選の一番突破決まるかみたいな大事なところでさ、入れて、なんかその馴染んでる時間とか与えてる場合じゃないからね。安西だね。確かに。そうだな。だから。まあ、中山がね、でも中山センターバックには回せないっていう判断なんだろうね。そう、だからまあでも、まあ、佐々木、上田のここ、僕は中谷ですけど、どっち、ね、だからまあ、怪我人とか出た場合とかも考えたら一人増やしとくみたいなのもあるのかもね。